ねえアバロ、そういうことだからさ、城塞に戻って。 Greetings everyone, this is BJ Black and welcome to, we'll call it part 69.5 of my let's play of Amayui Castlemeister. Well, I got so worked up during this scene that I felt I just needed to voice Avaro's lines. I suppose I can't say it's professional grade, but I'm recording it, and if you're listening, I guess you want to listen to my voiceover. So, let's get to it. ふざけんじゃねえよ。アバロ？何これでお別れみたいな空気出してんだよ。俺はまだ全然納得してねえんだっつーの。存在自体が禁忌だから、城塞を体と切り離すことはできないから、神様ごと壊すしかないっていうのか。世界の支配者様が定まれた掟ならば仕方ない。だから抵抗せず殺されることを受け入れるってのか。ダメだな、そんなんじゃ全然俺は納得なんかしてやらねえよ。個人的に気に食わないからと反抗するのはいかがかと思いますね。勘違いしないでくれ。俺が今一番腹を立てているのはマズテリアに対してじゃない。ましてやその掟を決めた世界の支配者様でもな。俺が気に入らないのはお前だよ、ティア。なあ、何簡単に諦めているんだよ。城塞で北上していけばそれを邪魔してくるやつが出てくる。そんなの初めから分かっていたことだろう。この旅には障害が多いことなんて最初から分かっていたはずだ。これは一つの国や宗教を敵に回す行為だって契約を絡んだ時にはもう知っていた。今度は世界が敵になるんだよ。神様が私のことを許さないんだよ。敵が神だとしても関係ない。だってフィアも神なんだから。なるほど、私の発言をそう利用するのですか。フィアは自身をうつつ神と名乗り、マズテリア神殿がそれを認めた。現に城塞が神を食い物にした兵器だからこそ禁忌だと問題になっているんだからな。フィアは神だということは世界の支配者様の一人ってことなんだぜ。神には自分の断りを通す権利がある。それは相手だって分かっているはずだ。でも他の神様は私の存在を認めてないんだよ。デモが多い。今は他の神のことなんか考えなくていい。自分がやりたいことだけを考えればいいんだ。道を示してくれ、フィア。そうしてくれるならば、俺がそこまでたどり着ける道を作る。使徒である俺が、フィアの断りを通してみせる。っていうか、そうでなくても仕えている神が殺されそうになっているんだ。そんな横暴を認めるわけないけどな。フィアは死なせない。もちろん城塞も壊させない。
たとえ悪だとしても、存在自体が禁忌なんだとしても、俺はそれごと受け入れる。うつつ神が定まれた世界の規定なんか関係ねえ。俺が信じる神はフィアだけだ。フィアを否定する規定なんか知ったことか。たとえ俺一人だけだとしても、フィアごと城塞を壊す解決なんて認めねえ。とことんまで抵抗してやるよ。一度警告はしましたよ。受け取ったよ。その上で拒否する。フィアは死なせない。承知しました。この場にて抵抗するならば、禁忌を存続させる一味として罰しますが、よろしいですか？上等だ。俺はフィアと運命を共にすると決めている。殺したか一緒に殺せよ。それにしても従わなければ全員城塞ごとってか。まるで強国からの脅迫そのまんまだな。城塞という存在で諸国や神々を威圧しているのはそちらだと申し上げたはずです。無知は罪とは言いません。ですが真実を知ってからも世界の規定に抗う選択というのは愚かとしか言えない。あなたの名は何だったでしょうか？はは、ようやく俺を見たな。そこまで興味なかったか？改めて名乗ってやるよ。そこの可愛い女神様の恋人兼シートをやっているタンリオシュのアバロだ。とりあえず言いたいことは一つだけだ。うちの神さんいじめてんじゃねえよ。So, that's it for my voice acting. It was actually surprisingly hard doing the recordings. I learned that you don't want to be breathing because that will show up on my mic. You can't do things like wet your whistle. That is, if your tongue gets dry, you can't, you know, move it around and get some saliva on it because that will come up in my microphone. It's, well, in addition to that, it's hard to maintain the same character from one line to the next. Ah, well, there's all kinds of difficulties. Voice acting is hard. But anyway, that will be it. So, thanks for watching, and I will see you next time.